こんにちは、鈴名ピコと鈴名です。よろしくお願いします。うん、嬉しい反面不安もやっぱり大きかったので、もう半々っていった感じですね。もちろん出させていただくこと の嬉しさはすごいあったんですけど、その不安っていうのはちゃんと皆さんにお手に取っていただけるかなとか、ちゃんといいものができるかなというプレッシャーの面での不安が半々でありました。そうですね、やっぱページ数もそれなりにあるものにはなるので、見てる人、その1ページ1ページめくるごとに飽きさせない写真集はにはしたいなって思って、その衣装の構成だったりとかポージングとか表情とか一つ一つ自分のできることを、はい、やらせていただきました。衣装選びは最終的にはもちろんスタイリストさんに組んでいただいたんですけど、最初のどういう衣装入れたいってヒアリングがあった時には、もちろんランジェリーとかの下着があるんですけど、ちょっとコスプレ風な写真集実際入ってるんですけど、ちょっと OL とか入れたりとか、もちろん水着のカットもありますし、ボディースーツもありますし、なんかそういうグラビアでもいろんなグラビアを見せられたらいいなと思って、そういう衣装のちょっとご提案をさせていただきました。今回結構ね、肌面積が多いんですけど全開露出ですからね。はい、その衣装選びの段階からそういう感じだったんですか？そうですね、もうグラビア活動をやってるっていうこともあって、コスプレイヤーもグラビアもっていうような活動をさせていただいているので、そのもう限界突破じゃないですけど、グラビアでその自分のできるもう最高のものを作り上げようかなと思って、もうそうですね、手ぶらもしましたし、いろんなちょっと紐をほどいたりとか結構ね、露出に激しい目になってるんですけど、その中にもやっぱ綺麗さだったりとか可愛さとか、いろんな、そうですね、雰囲気を楽しんでいただけるものになったんじゃないかなって思ってます。はい、あります。撮影が6月末だったんですけど、その1ヶ月ぐらい前から育乳エステにちょっと通ってまして通って、その育乳エステどういうものかっていうと、その体のコリをほぐしながら、その余分なところにいってるお肉ちゃんたちをお胸にこうグッと引き寄せて、ちょっとボリューム感を出すっていうようなエステになるんですけど、それに行くことによって、私結構肩周りとかもめちゃくちゃ凝りやすくて、肩とかって凝ると首短く見えたりするんですよ。だからそれも、グラビアとかやってると自分のね、体のラインとかも結構重要になってくるので、そこも含めて首のラインとかボリューム感とか、すべてここのね、一番映るところを綺麗にしました。なんかこれって結構どういうそれこそスタイリングをしたいかにも多分分かれてくると思うんですけど、多分女性が好きなこうスタイルだったら、足が細くて長くてモデル体型でっていうのが結構私の中では理想ではあるんですけど、今回この写真集を作るにあたっては結構グラビア寄りだったので、もちろんグラビアって私が考えてるイメージでは結構グラマラスな体型がすごいやっぱ綺麗だなって思うこともあるので、出てるとこは出て、しまってるところはしまってっていうのはもちろん意識はしました、はい、そうですね、私結構ウエストのラインは角度によってはすごい割れて見えるぐらい引き締まっているんですね。だからそういうのも写真集にちょこちょこ写ったりしてるので、そこを見てほしいなっていうのと、あとそのウエストが多分人と比べて細いけど、人と比べてお尻も大きいんですよなのでそのウエストからお尻にかけてのそのラインが結構なんか二次元みたいだねって言われることもあるので、多分そこは男性の好きな部分ではあるかなって思います。はい、気に入りのカットなんですけど、もちろんね全部のカットがお気に入りではあるんですけど、
結構ね、あの周りのスタッフさんからもあのどよめきが上がったちょっと一つのカットがございまして、わかりますか、ちょっともうめちゃくちゃ際どいんですけどこれあの紐パンツを履いてまして、この紐をねあの取っちゃったんですけど、これ別に取るつもりなくて、もともとなんかこの体勢で撮影してた時になんか座ってると別に布って下に落ちないじゃないですか。でなんかいい感じにこの足に紐をかけると、あ絶対取れないなって思って挑戦でやってみたい一枚だったんですけどあまりにもあのちょっといい感じに見えてないじゃないですか。だからこそちょっと見えないエロさというか、ちょっとそれはあの実物見た方が結構お迫力あるなっていうような感じのカットになってます。すごいですねそうで、あえてこの、あの型を残してるんですよ。ちょっとあのちゃんと履いてましたみたいな、まあ、もちろん履いてたんですけどそうですね、なんかここも含めていろいろリアルさがあるので、これも楽しんでいただけたらなって思います。そのさっきその衣装のその際どいところを見せたんですけど、私の中でお気に入りの衣装があって、あのボディースーツにちょっとそのドットのなんだろう、ちょっとフリフリまではいかないけど、ちょっとシースルっぽいちょっと羽織を着てる衣装があるんですけど、なんかボディースーツって私普通にまあグラビアの撮影とかやってて着たことはあったんですけど、そのボディースーツにこう合わせるその羽織じゃないけど、それを合わせることによって一気にこう雰囲気がガラッてちょっと可愛い感じになったので、それはなんか私のその衣装の好みにもよるんですけど、あの可愛いなって思ってお気に入りの衣装ではあります。で結構それもあの、まあね、ソケー部がねあの結構ハイレグで見えちゃったり、後ろもティーバッグだったりして、結構もうドエロいっていうかドセクシーみたいな感じあのにはなるんですけど、ここに何だろうな、ガーターとかもレースの入れたりして、結構セクシーに振り切っちゃったんですけど、その羽織によってまた印象が変わるので、その印象の違いにも結構楽しんでいただけるかなって思います。女性の方はね結構好きなスタイリングじゃないかなって思ってます。ハプニングですか。ハプニング、私あんまりハプニングはハプニングと思わないですなんかどうにかなるだろう精神が結構大きくて、それこそまあハプニングといえばその、まあ、もちろん手ぶらとかもしているので、まあねあの見えないように撮影中見えないようにこうちゃんと隠すものはしてたりはしてたんですけど、その隠すものも一応映ったりしたらダメなので、こうやってる時にあ見えてる見えてるとかはよく言われてましたまあねあのそれもあの別に映ってないので大丈夫かなって思ってますけど、ねえくるくらのメンバーはもうやっぱりもう家族みたいなもんなので、撮影中本当に賑やかでした。もうずっとみんな喋ってたし、そうですねもう写真見てもらったらもう一目瞭然って感じなんですけど、明らかに私の顔がもうニッコニッコしてるんですよなのでそれ見てもあなんかメンバーも楽しんでるし私も楽しんでるなっていうのが、ファンの方にももちろんあの知らない方にも見てる方にも伝わる写真が多くなってると思うので、はい、皆さんも楽しくなるんじゃないかなって思います。あれそのランジェリー姿で、はい、あそうです、そのランジェリーも実は私がスタイリングをしてて、初めてそのメンバーとかその人に対してスタイリングをしたんですけど、もちろんメンバーのことをいろいろ思いながら、あこの子はこれが似合うだろうなとか思いながらやったので、結構メンバーからも待ってこれ誰がどれ着るか当てられるんだけどっていうぐらい多分ドンピシャなものを考えれたかなって思います。それは良かったなって思いましたそうですね、なんかエッセイは結構過去のこともいろいろ書いてるんですけど、あんまりその過去の自分を思い返すことってそんなにしないと思うんですね。だから今回このエッセイを書くことによって、あ自分はこういう人生を生きてきたんだなというか、なんかすごい深く考えさせられました今までのことを。
だからなんかこういうなんだろう、こういう行いをしててよかったなとか、それこそコスプレ始めててよかったなとか思いながらちょっといろいろ書いたので、たまにちょっとうるっとしながら自分で、はい、いろいろ思い出しながら書いてました。この写真集を含めて一つのなんか集大成みたいな感じですか？そうですね。もちろんこの活動って永遠にできるものじゃないので、そのまあね、いつ終わるかわかんないんですけど、そういうのも含めてもう写真集って出せるのってもう今回最初に最後かもしれないっていう思いも自分の中でやっぱりあるので、その気持ちを含めてのタイトルではもちろんあります。もちろんこの今アイドル活動やってるのも最初で最後になるっていう可能性がやっぱ高いと思ってるので、自分の中でもう本当いろんなことを含めて私のこの人生で最終最後がいっぱい詰まってるタイトルになります。はい、ね、私を知ってる人も知らない人もぜひこれを見てくださった、今知ってくださった方はもうぜひこの写真集を手に取っていただいて、スズナっていう存在を知っていただけたらなって思います。もちろん中はねボリューム満点でもういろんないろんな私が詰め込まれてます。もうこれを見たら私のことがもう理解できたと思っても過言じゃないぐらい本当にギュッと詰め込んだ一冊になってますので、ぜひ皆様お手に取ってご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。